貯水道ポンプ室、明治45年に作られまして、あの昔の京都御所の本館用水道設備として設けられた建物となります。あの設計された方が、あの東京の赤坂迎賓館や京都国立博物館などを設計された建築家の片山東久松と呼ばれる方によって設計をされた建物となります。でこれどう使っていたのかと申しますと、今ちょっと中が、ね、見えてはいけないんですが、このお部屋の中にポンプと呼ばれる大きな機械が今も入っています。でこのポンプを使ってまず疎水の水を1回施設内に取り込みます。で取り込んだ水をさらにこの裏山の山上に昔貯水池がありまして、そこに送り上げるという役割を果たしていたんですね。で高いところの水を昔の京都御所まで、これ高低差が大体60メートルほどあるそうなんですが、水の通り道を作って高いところから一気に水を落とす、この力を使って防水能力を上げていくという設定だそうです。あの昔の京都御所でも一番高い屋根として有名だった紫神殿という建物の屋根が大体20メーターちょっとぐらいあるそうなんですけども、まあ、それよりもはるかに超えるほどね、防火用能力を誇っていたそうなんです。で実際に使用されたのは1階木だったんです。こなしちゃんです。はい、1階木、はい、まあ、これから疎水船に乗ります。はい、あの昔あの京都の鴨川の方であの花火大会があったそうで、その花火の火がなんと御所に引火してしまい燃えてしまったということがありまして、その時に1回だけ使用してその役目を終えられました。でこの建物は防火用、まあね、その設備として使う前ももっと重要な役割になってたのは、実は昔天皇家が持っていたんですね。宮内庁が管理していたんです。というのがこの琵琶湖疎水が明治の時代できた時にですね、あの明治天皇様は同じく大津からこちらの京都に下る予定があったそうです。その天皇様をこの地でしっかりとお迎えするために当時の皇太子、後の大正天皇様が設けられた建物でもあるということで、迎賓館級の立派な建物になっているということなんですね。はい、で何やらちょっと密接な関係があるというお話、まあ、説が残されているのはこの亀の甲羅ですね。あの昔から天皇家って亀の甲羅を焼いてその年の運勢を占う亀甲焼きというものを行っておりまして、まあ、その類関係上よく亀の甲羅が施しを使われるそうなんですが、まあ、ここにもそうですし、この横の方もね、亀の甲羅デザインが残されております。はい、まあ、昔は天皇家のものが、ちょっと今残念なことに耐震の関係上今の基準に満たしておらず、一般の方に中に入っていただくことは残念ながらできません。まあ、ただ、まあ、京都市の方は、ね、一般公開をちょっと目指しているそうなので、まあ、いつか一般公開になった際にはまたよかったら、ね、遊びに来ていただきたいと思います。で今から乗船口の方に降りていくんですけども、こちらの乗船口側が正面、この建物の正面側にもなりますので、ちょっと合わせてね、ご覧いただければなと思います。では今から階段を降りてまいりますので、一列目こちらの方にお越しください。ちょっと段差がありますので気をつけてお願いしたいと思います。大丈夫です。こんな感じで、はい、ではどうぞ。こちらで、まあ、それで、基礎となるレンガの頑強な建物を上からコーティングする形で、三角のものっていうのを、まあ、そういう景色を発見するのではないでしょうか。あっと、はい、カバンの下に置いてください。